伊沢聖華 VS アナスタシア・スベッキスカ、チームピッコロ対、ね、ウクライナの、なんかあれキャッチコピー変わってたね。よかったよかった。それは北の最新兵器だったのか、前回が北のスーパーノバだったかな、に変わってて、いやそれは良かった。ちょっとね、あの俺の声がなんかちゃんと伝わったんかなと思って、分からんけど、でもそれは本当細かい点で格闘技関係ないけど、あのキャッチコピーはちょっと良くなかったと思うので、本当今回それは良かったっす。でアナちゃん良かったね、今日めちゃくちゃイザー苦戦したよね。アナちゃん、めっちゃ下からうまいわ。いや体柔らかいし、本当女性ならではのなんか体の柔らかさっすよね。で1ラウンドは俺アナちゃん取ったと思った。伊蔵がラウンド取られたんて初めてじゃないか、俺が見てる限り。わからんけど、俺の判定ではアナちゃん、伊沢選手上になったけど何もできてなかったんで。伊沢選手ね、ほんと決めはもうマジで素晴らしいし申し分ないですけど、パスガードとサイドポジションについてはちょっと思うところがあったかな。あ、サイドポジションの時に相手の足が自分のお腹の下に入ってて、だからしっかり抑え込めないんですよね。あれどかしたいよ。だから重心が高いからあんなるから、もっと重心を低くしたいけど、相手の相手の右側にパスしたんだったら、俺なら右膝を入れたいけどね、相手のお尻の下に。とりあえずやっぱ重心が高いと思う、サイドの時に。アナちゃんがもちろん足がめちゃくちゃ低くっていうのもあるけどね、ちょっと重心が高いと思うな。もっとパスする時も低く、もっとマットに体をつけるぐらいの状態でパスした方がいいと思うな。でも他はもう本当やっぱり相変わらずすごいし、最後のね三角締めからの十字への移行も素晴らしかったな、マジさすが。あとやっぱディフェンス面もアナちゃんも気味あるけど全然危なげないよね。全然危なげない。いやーやっぱ伊沢聖華、やっぱりパクシューにも勝つか。伊沢聖華強いよな、マジで強い。打撃もできるからね、でテイクダウンも強いから、これ女子で結構あるあるというか、寝技強いけどテイクダウン能力がないって、マナちゃんもそうと思うけど、伊沢聖華はテイクダウンも強いからな、これは絶対政権が当分の間続きそうな気がしますけど、いやー強かった。まあ、パクシュー戦、これは普通に純粋に楽しみですけどね、高いレベルの、試合になると思うし、やっぱ伊沢聖華が有利かな。ただパクシューだったら、まあ、ありえん話でもないと思う。非常に楽しみです。